皆様こんにちは。ヘッドリフォームのセラフ榎本です。今回は甲斐犬についてご紹介します。甲斐犬は昭和初期の山梨県の甲斐地方で発見された中型の重量犬で、国の天然記念物に指定されています。明治維新以降の洋犬の流入により純粋な日本犬が少なくなった中、警戒心が強く他犬種を寄せ付けない甲斐犬は純血が保たれたと考えられています。甲斐犬の特徴は生涯一人の飼い主に付き従うと言われているほど忠誠心が強いことです。また身体能力が高く感覚が非常に鋭敏です。他の犬に敵対しがちな性格から気性が荒いというイメージを持たれやすいですが、温厚で愛される家庭犬としても人気があります。以上で甲斐犬のご紹介を終わります。ペットリフォームのご相談お見積もりはセラフ榎本にご用命いただきますよう何卒よろしくお願い申し上げます。